イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。ということでね、皆さんお久しぶりですね。もう動画出せなくてね、すいませんでした。実はね、トラブってました。うん。実はここ最近なんだけど、これ食ったものがね、全く消化されてません。はい。もうこの3日間、もううんこをして便器を見ると、食ったものが何にも消化されずに、そのまま出てます。今朝なんかね、ネギが1本丸々出てましたね。はい。で、ってことはだよ。ってことは、言い返せば、全く今ね、僕栄養をね、摂取できてないんですよ。で、病院に行ったんですけど、ね、消化器官に行ったんですけど、何も問題はないんですよね。で、先生に言われたけど、ストレスとかでたまにこういうことあるんだよねって言われたんだけど、確かに過去あったんですよ。食ったものがそのまま出たことがあってびっくりしたんだけど、それ1日とかで終わったんだけど、もう3日目なんだよ。で、普通に考えたら死ぬじゃん。ね、死ぬからやべえなと思って今、病院でね、いつまで続くかわかんねえから、病院から高カロリードリンクってあるんだけど、もうほんと飯食えなくなっちゃった人が飲む、1本で、300キロカロリーぐらいあるね。うん、こんなほんとちっこいさ、ミルミルみたいな大きさの容器に入ってるジュース1本飲むと、まあ、だいたい、アンパン1個分というか、砂糖のご飯1個分のカロリーが取れるものがあるんだけど、それを今、飲んで、栄養を取ってるんですよ。うん。まあ、飲む点滴みたいな感じでね。で、何が原因なのかっていうと、実はこっから先はね、僕のイケメンフェイスに、目がいっちゃって、その肝心な見てもらいたいものに、見てもらえ、目がいかないと困っちゃうから、今日のね、動画顔出しここまで。うん。本当にね、やっちゃったんだよ。真面目に聞いてほしいのね、今回。だって見てもこの体。このスレンダーボディ、やばくない？この、韓国俳優みたいじゃんね。韓流スターみたいな体験になっちゃって、ほら、もう。なんで、こうなっちゃった、原因、ね。うん。今からお見せするんで、こっから先ちょっと顔出し動画じゃない、真面目な解説動画でね、ご覧ください。どうぞ。ということでね、その僕のね、今の体調不良の原因がこの木箱の中に入ってます。はい。それはね、日本で有数の、それこそ3本の指が入っちゃうぐらいのね、目こすじ、関係ねえよ。3本の指に入るぐらいの、有名な日本人形を作る職人さんの友達の知り合いの末裔が作った、日本人形がこの木箱の中に入ってます。で、なんでこの木箱の中に入ってるのかっていうと、この日本人形、ま、いろいろね、異常なことが起きて、霊媒師の方にね、見てもらったんですよ。そしたら、お札と、木箱の、ま、セットをね、いただきまして、うん。お札を貼って、ね、日本人形にもお札を貼って、で、木箱にもお札を貼って、で、実はこの木箱から出さないでくれって言われてるんだけど、今日はちょっと出しますね。はい。で、どんな異常なことが起きたのか、それ、ちょっとみんな見ていただきたい。はい。まあ、箱、正面はこんな感じですね。はい。このお札が貼ってあって、絶対剥がすなって言われてるのに剥がれてるけど、うん。ただこれ悪霊が、多分中で暴れてるんだと思うんだけど、ほら、もう悪霊が、もう暴れてるんだ、ほら。これ、ね。で、このお札、うん。まあ、なんでかっていうか読めないんだけど、多分なんか、臨氷通したとか、そんな書いてあるんじゃないの。うん。多分そんな感じだと、名義の品格とかね。上付き名字に書いてあるけど、多分これ、正面はこんな感じで、側面、こんな感じですね。うん。で、背面はこんな感じですね。うん。うん。割引されなかったんだよね、これ。メーカー小売価格がこの値段なんだけど、実際店頭価格もこんな感じで、同じだったんですけど。で、この札がまた剥がれちゃったんだけど、で、中をちょっと見てみましょうね。はい。オープン！はい。あ、やべえ。あ、こんな感じの日本人形が入ってるんですけど、もともと、ちょっと箱解きましょうね。もともと、この日本人形髪型がね、こんなんじゃなかったんだよ。なんつうの、ボブサップじゃなかったの、ボブカットだったんですよ。こんな感じだったのに、こんな感じだったのね、ボブカットだったのに、急に伸びちゃってこんなになっちゃって、で、顔もね、こんなになっちゃったんですよ。でも、やばいってんで、お札貼ってもらったんですよ、その霊媒師の方に。うん。そう、結構有名な、うん。有名な、なんだっけな、名前忘れちゃったけど、義母無道さんっていうね、義母無道さんっていう方かな、たぶんわかんないですよ、老婆だけど、その方には、まあ、お札貼ってもらって、で、この箱、悪霊を閉じ込める木箱、
さあ、その札をまた貼ってもらって、で、この中に入れとけば、とりあえず大丈夫だけど、処分はできないって言われたら、処分したら、この霊がね、すごいんだって、悪霊がもう、子供の霊とか動物の霊とヒグマの霊とかが取り付いてて、この人形を燃やすと、全部自分に跳ね返ってくるから、絶対処分しちゃダメだよって言われて、もう一生この中にね、お札貼って、このお札貼った木箱の中にも二重、ね、人形にもお札貼って、これにもお札貼って、もう二重で保管してくれって言われて、絶対に開けちゃダメだよって言われて開けちゃったけど、うん、もうそういうわけなんですよ。はい。で、ここまでやってんのに、もう消化不良。だね、もし、ここまでやってなかったら死んでたんじゃない俺多分。うん。で、ちょっと今後ね、またいろいろ対策をね、取っていくんでね。はい。そういうわけでね、この日本人形のせいで、うん、僕は今、死にかけてるっていうことですね。はい。今、霊媒師の方探してるんでね、もしコメント欄に、すごいね、インチキじゃない霊媒師がいたらちょっと教えてください。はい。ということでね、そんな感じでした。はい。じゃあまた。